ちもう少し時間を置いたやつなんですけども、やっぱりアルカリが強いところだとちょっと黄色い部分がですね結構伸びてくる。太めの試験管なんですけど、ここに炭酸ナトリウム無水物を入れます。まあ、大体 2-3g ぐらいですね。でここに水ですね、水を加えるんですけど、あんまり激しくこう炭酸ナトリウムが攪拌されないようにちょっとゆっくり入れます。ゆっくり入れてるつもりです。はい、次に紫キャベツ色素を上の方から、生のキャベツ色素を抽出してもいいんですけど、これは粉末です。粉末の色素です。はいですね。炭酸ナトリウムそのものは pH 12近い、まあ、やや強いアルカリで、紫キャベツ色素がこう青っぽくなるわけですね。で無水炭酸ナトリウムは水に触れるとこの結晶水がこうゲル状でできて、こうあまりこう混ざらないようにできるので、下の方でずっとこう溜まってる状態ですね。ここはなんかこう 壁ができるっていうんですか、ゲルがこうブロックしてる感じになりますね。しばらくこれ溶けないで下の方に溜まってる状態が続きます。でここに塩酸です。塩酸を薄めたものを上から、でもあまりこう混ざらないようにして上の方からゆっくり滴下すると、まあ当然上の方が塩酸の影響で酸性が強いですから、紫キャベツ色素が赤くなると。ゆっくり入れたつもりだったんですけど、あまりこう焦って入れると下の方まで行っちゃって、CO2 が出てきちゃったりするんですけども、もうちょっと塩酸を加えてみます。はい、このままの状態で少し置いておきますと、下の方がですね、アルカリが強いもんですから、下の方がこう青っぽくなって、上が塩酸で赤っぽくなるので、ちょうどそれがせめぎ合うところが紫だったり中間の色だったりするわけですね。もうちょっと塩酸入れてみます。上の方がはっきり赤くなって、でガラス棒で下の方の炭酸ナトリウムの方ちょっとこう混ぜてみますと、青い部分と赤の中間色ですね、紫色、赤紫色がこう現れてきます。泡が見えますけど、これは二酸化炭素ですね。もう少し置くと、もうちょっと色のグラデーションがこうはっきりしてくるんですけど、もう少し置いてみることにします。しばらく置いたものがこっちの試験管にあるんですけど、この下のですね pH の高いところですね、pH12 ぐらいなんですけども、 pH12 ぐらいのとこ黄色っぽくなるんですけども、こちらの方も下の方がだんだん黄色くなってきます。もうちょっとするとねはっきりと見えるんですけど、もう一回ちょっとかき回してみますね。
別案をまた追加します。紫キャベツ色素を粉末をまたさらに直接追加します。ちょうどあの赤と青のところの中間のあたりですね、ここは紫色に見えてきてるんですけど、さらに色素を追加します。だんだん色濃くなってきますけどね。で、塩酸を追加しまして、3時間ぐらい経過したんですけど、いい感じで下の方が黄色くなって、黄色、黄緑、緑、青、紫、赤みたいな感じですかね。こっちもう少し時間を置いたやつなんですけども、やっぱりアルカリが強いところだとちょっと黄色い部分がですね、結構伸びてくる感じがしますね。紫キャベツ色素をちょっと入れすぎちゃった感じはしたんですけど、ちょっといたずらでもう一回ガラスも入れてみますが、いじらない方がいいですね。ちょっといじったら変になっちゃいました。